おはようございます、メガハウスプロスタッフの徳永健三です、今日は沖縄に来てます、新しい、トリジアのロッドとトリジアペンシルで、GT 初チャレンジということで、今私用意してますけどこちらですね、GT フィッシングをお見せしたいと思います。それでは行ってみましょうか。の釣りって非常にバスのトップに近いんですよ。こう常にこうルアーを動かしながら誘うっていうイメージなんですけども、常に地形の変化とかこう潮目を見ながらでルアーを泳がしてって誘って出すと。しかもあのトップオーターですからね、出方なんかももう本当に。だからバスのトップオーターをタックルを10倍ごつくして100倍振動したのが GT フィッシングかなと。だから GT はもしバスやる人がトップ好きな人が入ったら一番ハマる昭和の釣りじゃないですかね。そうですね、基本的にはストッパーのゴーなんですけども、必ず着水して色気を取ったら電車をかけながら、その時にこうジャペンシルですと非常にこうミノーライトでバタバタバタって動いてるんですが、その時に一回止めて頭をこう水面に必ず出してるで次のアクションに入る感じですね。トリジアペンシルなんですけどね、こう歯型ががっつり入ってますよね。こうお腹から食って出たんだと思うんですよ。で何発かこう停水して、で最後はテールフックにかかって、で腹のフックが胸びらの下に入ったと、こう俗に言うタコがかりっていう形なんですよね。こう魚を寄せようとしても、こう魚が真横になっちゃって寄ってこないと。
だけど魚にとってみると真横に泳いでいけるんで、魚にとっては楽に泳げるけど人間にとっては寄せにくいっていう、そういうちょっとハードな形でもトリビアの 80T 十分にバットパワー生かしきって寄せられましたんで、非常に使いやすいです。30キロから50キロぐらいのマグロ、20キロ近いヒラマサで、まあ、GT も本当に20キロ30キロクラスでも狙えますね。おすすめの一本です。そうですね、これはダイワーさんのリール使ってるんですけども、それの今6500番っていうリールですけども、大体5000番か6500番がマッチすると思います。で、一応ラインの指定が6号までなんですけども、特に朝場のちょっと根の激しいところをやるんで、ちょっと PE の号数は、8号まで上げてます。それからドラッグテンションは、最初10キロ入れてます。ただ10キロのドラッグテンションでも十二分なバットパワーが出てましたんで、もういざっていう時にはさらにもうドラッグのパワーかけるとか、ある程度リールを抑えてロックしても大丈夫だと思います。その時に気をつけなきゃいけないのは、バットのパワーをうまく使うのと同時に竿をあまり立てすぎないということですね。だから限界を超えて曲げちゃいますと、本来乗せるべきバットからフックに、視点が移っちゃうんで、そうするとロッドの破損とか、かえって魚寄せられなくなるんで、もうバットをうまく使うようなファイトをした方がいいですね。お疲れ様です。徳永健道です。今回は、GT フィッシング、トリジュアロッドとペンシルを使って、チャレンジということで来ました。結果的には GT1 本だけだったんですけれども、天候がかなり厳しくて、2日目はほとんど釣りが成立してない状態でした。朝ですね、大雨、しかも雷雨にもなってましてですね、5時間ぐらい土砂降りだったんですよ。その後15メーターぐらいの風が吹いて、多分水潮気味で魚が沈んだ状態だったと思います。ルアーの動き、それから反応は非常に良かったんで、国内 GT22kg という魚が取れたんで、ルアーのテスト、それからロッドのテストになったと思います。次回また、天候のいい時にチャレンジしたいと思います。これからもメガバスルアー、ロッド、新しいオーシャンアタックを出してきますので、よろしくお願いいたします。